どんこんにちは今日は熊川哲也叱ってやれってことでお話をしていきたいというふうに思いますえっと炎上が続くねバレエ騒動なんですけれどもまあもともとはね60万人超えの YouTuber さんであるまあ私はとある A さんというお話をしてますけどもう山海さんでいいですねに対して19歳のねプロバレエダンサーの方がまあ噛みつくみたいなことがありでその後さらにそれで、まあ、すごく炎上したにもかかわらずな,なんかこれ落ち着 若干こうピークを超えて落ち着くのかなという方向性にいったらよくわからないけど、あの、とある C さんっていう、えー、30歳の女性プロバレエダンサーの方が B さん予後みたいな形で、あの、なんて言うんでしょうね。まあ、もうちょっと優しい、優しいっていうのかな。その、もう,もうちょっと客観的な視点があればよかったのかもわかりませんが、まあ、いずれにしてもですね、えー PC 並びに、あのー、山海さんを見下すみたいなの状況になってしまってですね、は <laughs> たから見てるとそう見えるみたいな形になっていて、なおかつ古典的なものにすごく縛られていて、えー、要するに客層っていうんですかね、新規の顧客というか、あの新しくバレエに興味持ってもらおうと思って一生懸命やってる A さんの活動を否定するような流れになりましたと。まあ、100%否定してるわけじゃないんでしょうけどね、もっとやり方あるんじゃないかっていう。 こととを言いたいただだけけだ思うんですけどその割には100%否定みたいな形でそうだからそのも完全にあれだと活動停止とまでは言わないですけど全部やめなきゃいけないぐらいのレベルのことをおっしゃってることを気づいてますかみたいなまあそんな感じですよねはいというわけですねはいまあそういうことがあってというわけなので日々炎上してるって感じですねだからまあなんかもうすでになんかその批判の内容っていうよりはその態度だったり考え方 の傲慢さみたいなとこっていうんですかね。とか視野の狭さみたいなところがもうものすごく炎上要因なので、で、これはもう本人たちはもうそう、そう深くそう思っちゃってるんで、もう変わらないのかなと思ってて、まあ、そうなってくると、もう、あの、業界の重鎮みたいな人が出てきてですね、あの、影響力ある人が出てきて、もう、なんて言うんだろうな、まあ、叱ってやるのが一番いいんじゃないかなと思うんですけど、別にね、 あの熊川哲也さん自身はこんなソードに出てくるメリット何一つないんですけど例えば山海さんと、まあ、ある種のコラボじゃないですけどねあの先輩としてこうなんかねいろいろ教えてあげるみたいなことを言う中でいろいろ批判されてるけどあのまあ思いっきりやれみたいなね、まあ、そんなことをやってあげるのが一番いいんじゃないかなって思うんですけどね。はい だ一般層には多分一番それが届くんだと思うんですけど、まあ、業界的に誰が尊敬されてるかっていうのは旗から見てるとちょっとよくわかんない問題ってあるじゃないですかだから皆さんそれぞれね専門分野あると思うんですけど例えば自分の業界の中で一番有名な人一般の人にも分かる有名な人って実はもうその何て言うんだろうな割とテレビに出てるとかっていうことが重要だったりとかして要するにメディアにたくさん出てるとかねだから まあその人はその人で当然実力もあるしから出てる側面がありつつただ業界的にはその人よりもっと尊敬されてる人が実はいる問題ってなったりするじゃないですかただその辺はねちょっと私的にはよくわからないんですけど一般的には熊川哲也さんかなと思うんで勝手に名前出しましたあの <laughs> はいで一応、まあ、若干経歴とかもあの改めてあの ググらしていただいたんですけど、あのイギリスのロイヤルバレエ団っていうところにいて、えー、そこでプリンシパルっていうまあ主役級ですよね。でなおかつ、まあそれかつなんかすごい賞も取ってるんですよね。だからまあまああの名門だって言って見下すような人たちにとっては、まあその路線のトップみたいにいる人だから、そのしたその人が言ってる言葉っていうのはきっと刺さるだろうっていうことなんじゃないのかなってちょっと思っ たりするんですけど、ね、そうあのこれは話変わるかもしんないですけどなんか誰かをに理解してもらったりとかなんか説得みたいなことは仕事上でも出てくると思うんですけど自分がまあ見下されたりっていうか話聞いてもらえない 時っってやっぱあるじゃないですかでその時に自分がいくら言ったって、まあ、中にはね耳を傾けてくれる人がいるんですけどそれよりもその人が尊敬してる人とかその人に影響を与えてる人を見つけてですねその人の方から話持ってった方が早いよね問題ってあるじゃないですか。だからあの <laughs> まあ直線ルートで行って駄目だったら迂回ルートで。 まあまあまあ、なんかまあもしそれをやりたいんだったらですけど、そういう方法があるのかなっていう感じで私は考えていて、まあまあ今回の件に当てはめるとそういうことになるのかなっていう感じですけどね。はい。正直その <laughs> バレエ界全体のイメージがこのまま下がっていくから私個人としては何も困らないんですけど、あのバレエ界にとっては今回の件っていうのは本当になんか一緒なんだろうな 中心にいるっていうか人たちがすごくなんだろうなある種傲慢さみたいなところが印象に残っちゃっててで中にはやっぱり昔自分が習ったとか あるいは子供を通わせたっていう中でその教室の先生みたいな人がいるわけですね。でそ,その先生がまあまあ結構人間性的に、まあ、バレエはできるんだけどどうなのかみたいなことをおっしゃってるコメントとかもうちらほらあってですねだからそれはねなんかは、まあ、まあそういう話もあるんだろうなっていう感じですよね。だからあのまあ例えば特にね今回19歳の,あのエリートくんなんかはまあ 多分その場教室とか行って男の子だしそこでなおかつすごくできるって話になるとちやほやされたと思うんですよねだからすごくいい環境でできた可能性があるんですけどじゃあ女の子で競争相手がたくさんいてその中でなかなかうまくいかないみたいなそのバレエに向かないみたいなタイプの子もいると思うんですよねでそん時にどういう対応なんか嫌な思いした人がいないのかっていうかなんて言うんだろうな そのバレエの中心に近づこうとするとかそっちの領域に入ってる人は尊敬するけどそっから外れてく人はの扱いがちょっとひどいかひどいんじゃないか問題っていうのがあってそれはでもで例えばピアノとかでもそういうのがあるじゃないですかだからなんかそういうネガティブな部分が。 まあこれ多分現実問題としてそういう経験した人もいるから紛失してるような感じがしててこれはなんかまあいい機会っていうかあの業界が生まれ変わるいい機会でもあるんじゃないのかなって感じですかねで熊川哲也さん自身もまあもともと優秀な方なんでずっとね本流でやりたいんだったらイギリスでやってればよかったんでしょうけどやっぱ日本のそのバレエ界を大きくしたいっつってまあ対談して惜しまれて日本に帰ってきたわけですよねで日本に帰ってきて まあ、ご自身の、まあ、カンパニーというかスタジオを作って、で、それを経営されているわけなんですけど、なんかそのやり方が、えっと、今までの日本のなんか教室型っていうんですかね、<laughs> 教室でえ先生と弟子みたいなやり方じゃなくて、海外で学んだようなプロ、プロとして扱うみたいな、ね、要するに自分で給料の交渉したりとか、あの、なんて言うんだろう、まあ 自己主張っていうんですかね、難しいんですけど、その先生の言うことは絶対じゃなくて、みたいな、そういう教育みたいですけど、まあそういう,う,いうのをやって、ちゃんとお金も稼げるようにしてあげてっていう、あの、ことをやっていて、まあそう,そういうやり方してると当然批判もされたみたいなことをおっしゃってるわけですけど、だから、まあバレエ界を良くするにはどうしたらいいかってを考えて、まあ一生懸命やられた方でもあると思うんで、そうすると、じゃあ今の時代に、 あそ,うそ,うそれでこれなんか昔のね熊川哲也さんの記事読んだんですけどそ,その時になんか自分がそういうやり方してるとその見に来る人が一般の人も増えるからなんか客の質が下がるだっけなな,なんかいろいろ批判されたらしいんですよなんか今起きてる出来事に似てませんみたいな感じでなんかその何て言うんだろうなこうえー、っとその19歳の子がとあるバ,バレエの ことを出してこれわかんない人には別に来てもらわなくていいみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。だから未だに日本にはそういう教育が日本なのか、その海外なのかわかんないですけど、多分そういう教育がまあ、未だにこうバレー界にはあるんじゃないのかな？っていうところがあって、分かってもらう人に分かってもらえばよくてみたいな感じですよね。そうだから敷居がすごい。ある種高いっちゃ高いのかもしれないですけど、それをやってると。まあまあ業界としては細るしで海外みたいに税金で。成り立って 税金がすごく入る国はいいけど、日本の場合はそもそもその、そんなに税金入ってこないわけじゃないでしょう入ってこないわけじゃないけど、すごくその割合が少ないんですよね。あの文、文化に対するお金の投資が本当に少ない国で、少ないっていうのかな。箱物には投資するんだけど、そういう一生懸命やってるところにお金がいかない問題とかあったりとかして。 まあまあ全くないわけじゃないんですけどね。まあ、そういう感じでなかなか成り立ちにくいところがあるんで、そうするとまあ普通に工業として成り立たせる必要があってで、そうなっていくと一般のお客さんも増やしていかなきゃいけないよねっていう感じの中で大きくしていかなきゃいけないっていう発想だと思うんですけど、そう。だからまあまあ別にどっちがどうっていうわけじゃないけど、日本だとそうしないと成立しないっていう環境の中で、日本の,あのバレエを期しようと思ったら、やっぱり熊川哲也さんはそういう方向性にいったっていう感じなんですよね。で まあ山川さんは山川さん自身で、えー、とそ,のそういう、まあ、熊川哲也さんとね経歴も違うし、まあ年,まあ、年齢もねまだまだ若いんで26歳でしたっけですけどもその段階でもうその業界を大きくしたりとかいろいろ考えてそれで、まあ、YouTube 活動を一生懸命やられてるわけですよね。そうでいろいろ多分誤解されてるのが YouTube 上における価値数字みたいなやつがあってどうやったら再生数取れるか。 っていうのが、まあ、まあややそれが良、まあ、くも悪くも山海さんすごい上手だからだから60万人まで行ったわけですけどでそれでお客さんを捕まって ととしした時にどうしてもキャッチーな文面かまあまあそれに対してまあイチャモンつけられてるっていう <laughs> まあそれだけじゃないんでしょうけどねまあいろいろ言われちゃってるって感じなんですけどまあ根本としてはこういろいろ広げようとしていて今 YouTube 上の勝ち筋に乗ってるまあバレエ界ではそらく唯一の方じゃないかなと思っていてだったらまあそういう人がどんどん増えればいいしあだから山海さんのやり方が どうだって思うんだったら、まあ、そう思う人が自分でのやり方で YouTube 上で買ってって広げればいいだけの話なんですけどね。まあ、そんなわけで、なんで足を引っ張るのかが私はよくわかんなくて、まあ、 海さんのやり方もいいし、ー、まあ、さんも C さんも勝手にやればいいし、それ以外のバレエやってる方もやればいいし、それから熊川哲也さんみたいな、まあ、戦い方もあるしって感じで、みんなで協力し合ってというか、お互いをリスペクトし合って、業界を大きくしていけばいいだけだと思うんですけど、こうやって足の引っ張り合いし,してたりとか、本当になんかそういう閉じた業界だとしたら、そもそもそれすごい問題だから、それはなんかもうどんどん明らかにしてですね、変わっていく方向性に持っていかないと、なんか、 完全に終わる感じがしますけどねだから昨今はなんかほら昔は体罰が美徳みたいな時代もあったりとかしてですね何て言うんだろう厳しく教えることが正義みたいなところがあったわけですけど今はいかに楽しく学ぶかみたいな状況に移っててでそういう時に選ぶ先にすごい怖い先生がいるとかまあそういうところに行きますかみたいな話になっててあと芸能っていうかその誰かに見てほしいみたいな。 思いがあった時に、まあバレエを選ぶ人もいるけど、それよりもじゃあアイドルがいいよねとか、まあいろんな方向性があるわけじゃないですか、今ってね。選択肢が山のようにあるんで、まあそういう形になっていくと、あの、まあもうちょっと皆さんでお互いにリスペクトし合ってやっていくのがいいんじゃないかなって思っていて、俺が正義だ、私が正義だみたいなことをやってると、業界として終わっていくんじゃないかなって思ったんで、あの、影響力ある人がね、まあお,お二人というかなんか、もうちょっと みんなで頑張っていこうよみたいなことを、まあ A さんの動画に出るか分かんないですけど、まあなんかの方法で発信した方がいいんじゃないかなって個人的には思うというようなお話でした。はい。というわけで、まあ部外者がね、いろいろ心配するような状況になってるっていうことはご理解いただけたらいいなというふうに思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。